ムナハあなたの夢を叶えるラジオ。デージ、シマナイチャーチェン FM ナハ 78.0 おおはい、どうも皆さん、こんにちは、チンさん、ババです。5月19日木曜日14時を少し回ったところでございます。チンさんパパのシーマナイチャージンスタートです。チンさんパパは歌のお父さんとして沖縄県内で活動しております2児のパパでございます。よろしくお願いいたします。はい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 、ということでございまして、5月の19日ということで、もう本当につい最近でございますけども、5月の15日ですね、トトズ大阪公演、初開催がございましてですね、皆さんに、温かくですね、迎えていただきおかしいな、まあ帰った感じなんですけどね、僕がね大阪に帰って、でいろんなね、もう久しぶりに会うアーティストのね仲間だったりとか、いろんな方に来ていただきまして、無事にですねトトズ大成功でございました。ありがとうございます。イエイ。はい、心をねほぐす肩もみ術ということで、メンズセラピストのゆういちと、チンさんパパ、歌のお父さんチンさんパパのコラボレーションだったということでございまして、まあ、アコースティックライブなんてもう何年ぶりだろう、もう6年ぶり7年ぶりぐらいな久々な空間だったんですけども、やっぱり大阪と沖縄なので、もちろんリハーサルっていうものができないんですよね、ギターのゆういちとで、できないからもう前日に大阪入りして、でその夜かな、じゃあスタジオ撮ろうかって話になったんですけども、いやなんかただ普通になんかリハーサルするのも面白くないなってことで、もう機材そのまま持って行って、大阪駅でストリートライブをしながらですね地べたに座りながら、これ明日ってこの曲このテンポ感でやるみたいな、いやこれこっちの方が良くないみたいなことをリハーサルしながらストリートライブやりまして、まあ、それでもね久しぶりの方ね、やっぱ告知したら来てくださったりとかして、あもうなんかいやこの寒いね、2月とかね3月とかも大阪寒いっすよ、まあ、それでもチケット売らないととか CD 売らないととかして、もうよく頑張ってたのをすごい思い出して、まあまだその心地いいね季節というか、まあ気温だったので、まだなんか逆に帰ってきた沖縄の方がちょっと寒いかなって思ったくらいだったんですけども、まあ、本当にね、素敵な、思い出になりました。で、まあ、じっちゃんばっちゃんとかにね会ったりとかして、本当に久しぶりのね人とかも会ったりとかしたんで、本当に、いい時間になりました。皆さんありがとうございます。それではですね、メッセージ届いてます。ラジオネーム、ちまちまさん、こんにちは。こんにちは。子育てについてもいろいろと発信されているちんさんパパに質問です。はい、質問どうぞ。4歳の息子がなかなか子供が寝つかずに、毎日クタクタです。何かいい方法があれば教えてください、ということでございます。ね、寝かしつけ困っている方多いんじゃないでしょうかねまあ本当にね、極論ですけども、僕はほっとくタイプなんですね。もう僕が先に寝ます。でも嫁にも言ってます、寝たらいいと。もうずっと付き合ってたら本当に大変になるから、寝たら自然に子供も一緒に寝るようになるからって。で眠る前の一つうちの大事な習慣にしてるのは、絵本を必ず、僕が読んでます。で、これ大事なのが、この絵本を読むっていうのを習慣づけていて、絵本を読んだら眠る時間なんだっていうのを子供にインプットさせるんですよね。でインプットしてもらって、でこの読んでいる、大体このハッピーエンドで絵本って終わる風な話が多いので、その高揚感だったり幸せな感じっていうのが安心感に直結するんですよね。でそれがお父さんに読んでもらってるとか、お母さんに読んでもらってる、イコール絵本を読んでもらうってことは心地いい空間っていうことに認識を子供にこうずっとずっと毎日ですよ
させることによって眠るっていうことをスムーズに行えるように、うちはねなりました。あの絵本講師のねお友達とか千恵さんっていうんですけどね、あのアドバイスいただいたりとかして、うちも実践したりとかね、いろいろとしたらこれすごく効果あったので、ぜひちまちまさんも、トレーニング頑張ってください。よろしくお願いします。はい、でございまして、あのお便りの方ですね、どしどし、ご応募お待ちしております。シェイクハンズアットマーク gmail.com まで、どしどしご応募ください。インスタグラムフォロワーさんの方はですね、DM の方でもお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。それでは今日も一曲お届けしたいと思います。聴いてください、チンさんパパオリジナル曲リスタート。僕たちはこっからリスタート、君と笑顔つないでフラットに、いつも今日を感じればいいさ、誰に笑われたって構わない、涙拭ってそのほらブランニューデイ、 yeah, yeah. さあ今を始めよう、僕たちで作ろう Brand New Day、 yeah, yeah. 手をつなごう、oh, 僕たちはここからリスタート、君と笑顔つないでフラット、いつも今日を感じればいいさ、誰に笑われたって構わない、涙拭ってそのほら Brand New Day、 yeah, yeah. さあ今を始めよう。ということで聞いていただきました、チンさんパパオリジナル楽曲リスタートでございました。
はい、いろんなところでね、まあ、大阪でもさこのリスタート歌ったんやけどさ、このアコースティックバージョンでやった時にもうめちゃくちゃ気持ちよすぎて、自分であの気持ちよすぎてってまあちょっとごめんね、昼の2時過ぎにこんなこと言ってあれなんだけどね、別に変なことは言わないよ。ただこの空間がね、この気持ちよくなるってことは歌ってるというか、この演者側のほんまにスペシャルなね特典やと思うわけですよ。このみんなと音で混じるっていうような感覚、これほんまにねやめられへんわ本当にね、歌のお父さんって名乗ってね、今後もね皆さんに、音楽だったりいろんな形で、届けていけたらいいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ちんさんパパでございます。ちんさんパパインスタグラムもやってます。アットマークちんさんアンダーバーパパ、ちんさんアンダーバーパパ、歌のお父さんで検索していただくと出てきますので、よろしくお願いいたします。それではちんさんパパ、このコーナー行ってみたいと思います。今日も素敵なゲストをお越しいただいておりますよ。はい、やってみたいと思います。ちんさんパパのポジティブチンキン。はい、ということでやってまいりました、ちんさんパパのポジティブチンキン。今日も素敵なゲストにお越しいただいております、アドバイスしないセラピスト久保亜希子さんにお越しいただいております。亜希子さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということでございまして、簡単に、自己紹介していただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。はい、私はアドバイスしないセラピストとしてあの活動させていただいています。で、あのこの間5月の10日に電子書籍を出版いたしました。タイトルが幸せになるための3ステップいつからでもできる自分育てという本です。ありがとうございます。イエーイ、すごいですよ皆さん、電子書籍14巻ですよ。でベストセラー獲得ということで、あのね、あの野球でいう三冠王になるだけでも めちゃくちゃ大変なのに、14冠王って言ったらもうねバグってますおかしいぐらい、もうすごいですねこれ。もう皆さん読まれてるってことなんですけども、これ本の内容とか、はい、ちょっといろいろ体験談とかも今日ちょっと、はい、亜希子さんにね、はい、いろいろと深掘りして聞いていきたいなと思うんですが、はい、この電子書籍ってことは、はい、要するにこの、なんて言ったんですか、そのセラピストだけども、はい、各お仕事もやられてるってことですよね。あ、そうですね、まあ、各あその、まあ、セラピーで伝えてる仕事を、まあ、文字に起こすようなイメージですね今回は。はい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 、これ本の内容めちゃくちゃ気になるんですけども、はい、これ言えるところまででいいんで、なんかこの分かります、この触りじゃないですけど、なんとなくなんとなく、なんかこの、はい、あのリスナーの皆さんに伝わる形で思いを、はい、伝わって、でもやっぱり読んでいただきたいっていうのとありますよね。ちょっとでも、はい、あれ言えますか。あ、はい、どんな内容になってるんですか。そうですね、私は、まあ、いつもその自己肯定感、はい、まあ、自信、まあ、自信と自己肯定感で微妙に違うんですけども、まあ、どんな自分でも大事な自分だっていうことを実感できるためのセラピーを行ってます。でそのための、まあ、どういう段階で幸せになれるかっていう、それを簡単分かりやすく3つのステップにして、はい、でその、まあ、内容、あとどうやってやるかっていう方法などもその電子書籍の中で紹介させていただいています。わ、すごいですね、この電子書籍。これ書くなんかきっかけみたいなものがあったんですか。あ、はい、きっかけはまあ、お声かけいただいたっていうのがあって、あ、オファーみたいな形です。あ、はい、すごい。まあ、もともと仕事でお世話になってる方がいらしてて、でその方が電子書籍のプロデュースをしているんですね。でその方から、まあ、本を出版してみませんかっていう形でオファーいただきまして、あ、じゃあそれだったらと思って、私自身も何か形にして自分の体験とか自分の大切にしたいことっていうのを何か残し形にして残せたらいいなと思ってたので、あ、じゃあやりますって言ってOK させていただきました。 いいですね、この形にして残すっていうのは本当にリスナーの皆さん本当にめちゃくちゃ大事なことですよね。これね、本
当にこれ読んでいただきたい、そして僕もめちゃくちゃ興味があるんですが、このでも先にね、このアドバイスしないセラピストっていうのは この なんか決め台詞みたいな、もうこの僕でいう歌のお父さんみたいなね、このキャッチフレーズ的な、これもすごく気になったんですけど、アドバイスしないですか？はい、あの基本、まあ、これあのカウンセリングでは基本なんですけれども、はい、まあ、聞くってことが一番大切で、で答えはもうもともと自分の中に持っている。で私はその力を、まあ、その人自身が思い出すのをあくまで引き出すためのお手伝いさせていただいているっていうスタンスなんですね。なので私の方から、まあ、例えば何々した方がいいですかっていう時に、こうした方がいいですよっていうのは極力言わないようにしています。これ聞いて引き出す、はいはい、その人自身が持ってるその気持ちを受け止める、はいはい、あ、なるほど、そういう意味でこのアドバイスしないっていうのはそういうことなんですね、はい、そうです。なるほどな。いやでもこれ多分耳が痛いお父さんいっぱいいるんじゃないかな。あのよくね、よく嫁さんとかにね、この今日こんなことがあってさ、あんなことがあってさって、いやそんなんてさ、いやだってこうやってええって言うたらええやって、もう絶対言うてしまうんですよ男は。もうこれ 100% の、あの経験ある皆さんあるんじゃないかな。みんなこれあきこさん見習わないといけないですね。まあ、基本的に女性は聞いてほしい生き物なのでいや分かってるんですよね。分かってるやけど我慢できないんですよね。共感してほしいんですよ。そうですよ、そこなんですよね、はい、きっとね、はい、いや分かるんやけどな、ついつい言うてまうのがこのね旦那のねあかんとこなんやけどね。いやもうだからこのやっぱりそのセラピストさんって方がね、この大切にされてるというか、やっぱりうちの旦那じゃ、うん、ダメだみたいなあきこさんに聞いてもらいたいみたいな、もうあるかもしれないし、やっぱりこの聞く力っていうのもやっぱつけないとなとは自分自身もすごく思うんですけども、なんかそういったのってなんか昔からこの何ですか、聞くのが得意だったとかそういったことなんですか？いや、やっぱり私も聞いたら昔はやっぱり自分の中で思いついた答えを言いたくなってしまう人だったんですよね。なる。なりますよね。なるっす。そう。でもやっぱりそれではやっぱり違うんだなっていうのは、私も実は現場で子供とも関わってたりもすることもあるので、それはすごくよくわかります。やっぱり子供もやっぱりね、こうだよって言ってもなかなか聞かないですよね。聞かないですよ。聞かないですよね。全然聞かないですよ。そうなんです。だから自分で選んだってなると、やっぱり子供もストンと腑に落ちる。それはやっぱり大人も同じだなと思ってて。なるほど。選択を自分でするようにこのお手伝いをするってことですか？そう。例えば子供でもせめてなんか2つとか3つとかの選択肢の中から、あ、じゃあ自分がこれを選ぶんだっていう、なんか自分で選んだっていう実感があると、やっぱりそこに向かってちゃんと進めるっていうのはやっぱりすごい感覚としてわかるので、なんかそれ大人も子供も一緒な気がしますね。はい、私の中では子供と大人の区別はあまりつけてないです。ああ、はい、なるほど。年齢関係なくその選択をするという大切さってことですよね、はい、なるほどな。このセラピストになろうと思ったきっかけ、まあ多分いろんなご職業も経験されてたりするとは思うんですけども、はいはいはい、セラピストさんになろうと思ったきっかけっていうのは何ですか？はい、まあもう一番は自分の経験ですね。あ、ご自分の、はい、私自身の経験が結構まあ壮絶ないろんなことがあって、で、まあ、子供の時もね、子供ながらにまあいろんな、まあ一冊目の実は本にも書いてあるんですけども、あららら、ちょっとだけ今日のリスナーさんには触りがあるんですか？ダメですか？あ、じゃあちょっと触りだけで、触り、はい、これ特別やでみんな、はい、まあ私はいろいろ、まあちょっと子供の時から家庭不和で、まあ結構 DV を目の前で見てたりとかしてたんですね、はい、であとはまあ学校だとやっぱりね、正解が一つあって、まあその正解にたどり着くといい子って、成績がいい子、いい子ってね、枠にね、そうなんですよ、はめようとしますからね、はい、だからそこに従って、まあ、ずっと生きてきたけど、大人になるとそうじゃなくなりますよね。自分で考えることが多くなりますよね。だからそこのギャップで結構苦しんだ経験があったので、
で、まあ、学生の時も心理学はやっぱり勉強してたんですよ。まあ、そういう家庭で育ったからどうやったら仲良くなれるのかなとか。ああ、なるほど。苦しかった経験が、はい、よりこの人との関わり方だったり、はい、この向き合い方っていうところにフォーカスがいったってことですよね、はい、そうですね。だから子供の時から育児本とか読んでました。すごいな。なんかもう変な子供でしたよね。すごいですね。それはちょっと、まあ、変っすね。育児ほんまやったらされる立場だけども、はい、育児する側の本を読んでたってことですね。そうなんです。なんかそれが気になって叱るより褒めようっていう本が、まあ、あったので、まあ、それをなんかむさぼるように読んでて、まあ、まあそれがあるってことはまあ親は分かってたってことなんでしょうけどね、今から思うと。その後じゃあこの壮絶なね、はい、あのご自身のまあ物語ストーリーのね、はい、展開、まあ、内容だったりもこの幸せになるための3ステップの中に、はい、あ、はい、そこは書かせていただいてます。これ気になるな。気になるな。もうあきこさんもう小出しにしてくるから、もうほんまに。いや気になりますよね、うん、これ皆さんこれどこであの購入というかあのあれなんですか、読めるんですかね。はい、Amazon Kindle っていうのがあるんですね。はいはい。で Amazon っていうのが、まあ、皆さん分かると思うんですけども、その中に本とは別に Kindle 書籍っていうのがあるんですね。はい。でそこから購入することができます。はい。で購入したものはまた Kindle ってそのアプリみたいなのがあるので、そこで読むことができるっていう形式になってます。あ、なるほど。じゃあ Kindle ですね。はい、はい、Kindle です。そちらで購入が、はい、可能ということでございます。そうです。これお値段も言ってた方がいいですか。あ、はい、通常は500円で提供しているのを、はい、今キャンペーンで99円という形で提供してます。ちょっと今回のラジオをねお話しいただいた時に、そう放送日によるなと思ったんですけども、そしたら放送その間はちょっと99円のキャンペーンはしようと思っています。一冊目に合わせて。じゃあもうこれみんな急いだ方がいいよね。そうですね、ね、急いで皆さんこれ幸せになるための3ステップ、はい、いつからでもできる自分育て、はい、すごいですよこれ。電子書籍14巻ベストセラー獲得ですからね、皆さんこれも絶対に読んだ方がいいね。ということでございまして、まあ、いろんなね、お話、来週も、ゲストにね、来ていただいてお話を伺っていきたいなと思うんですが、どうですか、はい、先ほどお伺いしたところ、この初めてラジオに出演されたっていうことなんですけども、はい、あまり初めて感がないぐらい、そんなに緊張されてないように僕は感じてたんですけども。いや、もう内心めっちゃ緊張してます。で皆さんで、ね、本当にあっという間っていう風にね、言われるんですが、まあ、なんかこのラジオ本当にラフなので、なんか本当に一般のお父さんお母さんたちとかもうこれからちょっとゲストさんでなんか特別枠みたいな形でお迎えしたりとかして、はい、こう本当に普段のその私生活っていうか、そのなんていうかな、子育てに関することだったりとか、うん、はい、情報をなんか共有できたらすごくいいんじゃないかなと思っておりますので。いいですね、はい、やっぱこう話すね機会だったりとか、はい、まあ、聞いてもらうだったり、はい、本当に大切なのかなと思っておりますので、はい、まあ、ぜひですねこれからも島内チャーチン、番組よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、もうなんかあれですかね、今その割引のキャンペーンでしたっけ、はい、でそれがこれいつまでやってるんでしたっけ。あ、もともとは先週からやってて、はい、今週ちょっと通常に戻そうと思ってたんですけれども、でもこれね、せっかく聞いてくださってる方がいらっしゃるので、このために、ね、このタイミングだったね。ありがとうやで、ありがとうやで。ちょっとそこはプロデューサーさんにも相談して、でも多分大丈夫だと思うので。うわ、さすがっすね。いや、ありがとうございます。また来週もね、まあ、実は僕もちょっとライティングだったり書くことに対してちょっと最近お仕事をさせていただいているので、そのあたりもね、その書くっていうところに対しての、トークだったりとかも、来週ちょっとじっくりと、聞いていきたいなと、思っておりますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、あきこさん、最後になりますけども、はい、インスタグラムもご自身で、はい、発信されているということなんですけども、アカウント、はい、あ、はい、はい、わかりますか、大丈夫ですか。アカウント、声だとどう伝えればいいんですか。アットマークとかでいいんじゃないですかね。アットマーク、アットマーク、はい、 PR、 はい、PRO、 PRO、 はい、
D D U U C C E E R R A A K K I I P P これみんな残った。これ読むとプロデューサーアキ P っていう。なるほど、プロデューサーアキ P で、はい、皆さん検索してみてください。よろしくお願いいたします。はい、ということでございまして、今週はアドバイスしないセラピスト久保明子さんに来ていただきました。また来週もよろしくお願いいたします。明子さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。FM 那覇78.0MHz、 あなたの夢を叶えるラジオ。